はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。ついに出ましたよ、エコフローデルタ2で。これ何かと言いますと、エコフロー車史上最大の販売台数を叩き出した EF デルタっていう機種の正式な後継機になるんですね。でこれまでもデルタなんちゃらっていう製品はいっぱい出てきてるんですけど、正式な後継機って謳われてるのはこれが初めてですので、おそらく相当気合い入れて作られてるはずです。というわけで今回そんなすごいモデルを使わせてもらえるということになりましたので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や EPS 機能とかもいろいろ試してみたいと思います。あ、ちなみに新発売に伴い、楽天で8月29日から防災応援キャンペーン、9月4日からは楽天スーパーセールっていうのを開催していて、最大 30% オフ、さらに視聴者さん向けに併用可能なクーポン出してもらえるっていうことですので、興味がある方いらっしゃいましたら下の概要欄覗いてみてください。しかし相変わらずこのメーカーの製品高機能なんで測定するの大変だな。で今回測定するのがこれ、先ほどから言っているエコフロー社製ポータブル電源デルタ2です。でスペックはと言いますと、容量が 1024W 時から 2048W 時で、定格出力が 1500W、 X ブースト使用時は 1900W で、最大瞬間出力が 2250W、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンで、充放電サイクルは約3000回以上、ソーラー発電の入力は 500W で、重量は約 12kg っていう風になってます。で目につくのがやっぱり充放電サイクル3000回以上の超長寿命、毎日充放電繰り返しても10年以上、週1だと60年近く使えるっていうような計算になっちゃいますね。一般的なリチウムイオンバッテリーが500回とか言われてるので、約6倍長持ちっていう感じですかね。でそれを可能にしてるのがリン酸鉄リチウムイオンバッテリーなんですけど、お化けみたいなデルタプロには搭載されてましたけども、このサイズの一般モデルに搭載されるのはエコフローでは初ですね。でリン酸鉄は熱や衝撃を加えたり過充電しても燃えたりしないっていう特性と、自己放電率も低いので災害の備えとしてもぴったりかもしれないですね。はい、で中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC のコードだけ、もちろん日本のコンセントに挿せる形になってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、それから DC に接続するケーブル、それからありがとうのお手紙と追加の注意事項で、最後に取扱説明書ですね。もちろん中身すべて日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使うことできますね。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、で左があと何時間使えるかの目安で、真ん中がバッテリーの残量、右上が入力電力、右下が出力電力っていう風になってます。で画面の下の方に行くと USB ゾーンがあって、タイプ A 形状が4口、タイプ C 形状が2口ついてます。で横見てみると、はい、ファンの通風口があって、その下にロゴがあります。で次は裏側を見てみると、上側に開閉できるところがあって、左からソーラー入力で AC ケーブル接続ポートで、一番右端は過電流保護の、まあ、ブレーカーみたいなもんですかね。でここの下の方に行くと、はい、AC コンセントが6つついてます。でこれ左右の T 字みたいになってるやつは、これ大電力コンセントが刺さるっていう形状ですね。でその下に DC12V のシガーソケットとかがついてます。そして逆サイドの側面は、はい、上側にファンがあるのは同じなんですけども、何かコネクタが刺さりそうなところがありますね。ここにですね、エクストラバッテリーを接続することで、容量が 1024W 時から 2048W 時に増設することができます。で上側なんですけども、はい、物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。
で両サイドに頑丈な持ち手がついてますので、これしっかり持つことができます。感覚的にはサイズは EF デルタとほぼ同じで、重さは若干軽くなったかなって感じですかね。うん、意外にコンパクトです。でこいつスマホに接続して状況確認や遠隔操作ができたりします。野外では直接スマホと接続しますけども、家にいる時とかは家の無線 LAN に接続して遠隔操作することもできます。で今事前に接続してるんですけど、この画面で接続する機器をタップします。でちょっと経つと、はい、あ、繋がりましたね。うん、表示がシンプルで分かりやすいですね。で何が表示されてるのかと言いますと、あと何時間使えるかの残量、それから入力の状態、今何も充電されてないので下 0W になってます。で出力の方をタップすると、はい、これで何が何 W 使ってるかっていうのと、あとタップするとですね、ここで電源をオンオフすることもできます。はい、本体の方から音出てますね。で右上の設定ボタンを押すと、かなりいろいろ設定できます。まず操作時にピーピー音を鳴らすかどうかの設定、これ静かなキャンプ場とか行くときはオフにしておきたいとこです。あと便利なのが充電の電力を変えることができるってとこですね。最大 1200W で充電できるんですけども、その状態でドライヤーとか使っちゃうとブレーカーが落ちる可能性があります。そういう時はここでちょっと低めの電力を設定してあげて戻るボタンを押すと、はい、数字は変わりましたね。でここはシガーソケットから充電する時の電流の設定ですね。車によっては意外に低い電流でヒューズ飛んだったりするので、ここ設定できるといいですね。でここはスマート発電機を充電した時の動作の設定で、これは定格電力を底上げできる X ブースト機能のオンオフで、個人的には充放電レベルの調整ができるっていうのが面白いですね。でここクリックすると項目が出てくるんですけども、はい、下側が最低何パーセントまで放電するかの設定で、上が最高何パーセントまで充電するかっていう設定です。でバッテリーは満タン状態を維持するとへたるらしいので、ここで上限制限してあげると寿命が伸びるかもしれないです。で他にも画面が消えるまでの時間やスタンバイまでの時間等、かなり細かくいろいろ設定できます。はい、スマホで遠隔操作できるっていうことは、つないである機器も遠隔操作できるはずですね。というわけで電気スタンドを 100V に接続してスマホから電源をオンにしますと、でちょっと読み込みに時間かかるんですけど、はい、着きましたね。これで離れたところに置いた機器を遠隔でオンオフすることができるようになります。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、はい、ここに接続すると、はい、 LED が点灯して充電中になりましたね。次は冷風扇ですね。これも USB を差し込みまして、電源を入れますと、はい、電気ついて動き出しましたね。USB 関係は今この4台が同時に給電されている感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 29W、 うん、まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれ、ポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約70ワット、うん、まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これを変換コネクターを使って DC のジャックに差し込んで、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、
約86ワット。はい、次は100ボルト系ですけども、使う機器はこれ、ポータブルスポットクーラーの管気筆くんです。で、コンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れています。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。うん、ちゃんと動いてるみたいですね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約178ワット。うん、まだ余裕ありそうですね。次につなぐのはこれ、超小型のセラミックファンヒーターです。ではこれをマックスに設定して運転させますと、この時の消費電力は、はい、約1200ワット。次につなぐのはこれ、カーボンヒーターです。で、これかなり省電力なモデルなんですけども、200ワット、400ワットを切り替えて使えるようになってます。じゃあまず200ワットからいってみます。で、ついてるの分かりにくいですけども、この時の消費電力はと言いますと、はい、約1250ワット。まだいけそうなので400ワットに切り替えます。お、だいぶファンの音が大きくなりましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約1460ワット。うん、ここら辺が潮時って感じですかね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、それからマックス運転のセラミックファンヒーター、そして400ワット駆動のカーボンヒーター、で、 USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと冷風扇。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせてますね。ただこいつ X ブーストっていう特殊機能を使うと、定格電力1900ワットまでアップすることできます。というわけでさらにドライヤーなんか追加しちゃってみます。では中ぐらいにセットして動かしてみますかね。で、この時の消費電力はと言いますと、はい、1860ワット。うん、全然余裕で動いてる感じですね。まあこんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば、まあ何かあっても安心ですかね。はい、次はですね、100ボルトから出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。で、電気の波形は大きく分けると、制限波、疑似制限波、矩形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と矩形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や矩形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに矩形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい、で、今何してるのかと言いますと、電気を取り出すためにコンセントの穴に釘を刺してプローブで掴もうとしているところです。ちなみに100ボルトの波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、うん、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば、大概のものは問題なく使うことできますね。で、下の方に出ている50っていうのが周波数なので、ぴったり 50Hz が出力されてるっていう感じですね。次は周波数の切り替えですね。で、切り替え方法なんですけども、こいつアプリから切り替えます。ではアプリを立ち上げて設定の中に入ると、はい、ここに周波数っていう項目があるので、これをタップして 60Hz の方を選択して、この状態で戻るボタンを押せば完了です。で、お城の方を見てみますと、あれ、 50Hz のままだ。試しに1回電源をオフにして、もう1回電源をオンにすると、
はい、あ、60Hz に切り替わりましたね。おそらく使用中に不用意に切り替えると危ないので、電源入れ直さないと切り替わらないような安全設計になってるみたいですね。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何 V が出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、ほぼ 100V ぴったり。というわけで日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、電力量計です。で、電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 12.6V くらいで 31W くらい消費してます。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で、最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、約868ワット時使えたってことになってますね。あれ、スペックの1024ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何パーセント伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、約 85% を使えてます。で、世の中 80-90% っていう製品が多いので、まあ 85% はぼちぼちな数値かと思います。ただこいつ、バッテリーの接続方法が 12V じゃなくって 51.2V ってなってるので、いつもの 12V 測定とはちょっと条件が違いますね。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。で、実はこいつ、 X ストリーム充電っていうめちゃくちゃ高速な充電機能を持ってます。では早速充電するんですけども、付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。じゃあどうやって充電するのって言いますと、AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。ちなみにコンセントは裏の蓋を開けた真ん中のここに接続します。で、これは私の想像なんですけども、 AC100V を直接入れたり、バッテリーの組み方が 51.2V になっているとか、そこら辺がこの技術のミソなんじゃないかなと思ってます。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。じゃあちょっと早送りしていますかね。はい、だいたい 550W くらいになりましたかね。あ、そういえばこいつ充電電力変えれるんだった。で、今の充電電力見てみると 800W になってるので、まあ、せっかくなんでですね、マックスの 1200W に設定して充電してみたいと思います。はい、これで切り替わりましたね。これで電力がどうなったかと言いますと、まだ特にあんまり変化なさそうですね。で、おそらく内部の状況とか見ながら電力決めてるはずなので、このまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。で、だいたい12時45分から開始して14時25分に充電完了しているので、約1時間40分で充電完了したって感じになってますね。ちなみに 80% までの充電であれば約1時間で到達してます。
ちょっと最初に設定いじってたりしてたので、最初から普通に充電すればもうちょっと早いと思います。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと、約 1.31kW 時でした。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ、100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、ポータブルスポットクーラーの影くんです。で、いつもはカーボンヒーター使ってるんですけど、さすがに真夏にカーボンヒーターつけてるとちょっと死にそうになるので、今回は冷房機器を使います。では、こいつの電源をオンにして、で、実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体では約100ワット、で、電力量計の方では約105ワットっていう風になってます。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、約6時間以上経ったんですけども、電源消えて水もいっぱい溜まってますね。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 0.86kW 時イコール860ワット時使えたってことになってますね。さっき 12V の時が868ワット時使えたので、これほとんど同じなんですね。で、 12V からの変換効率を計算すると、はい、約 99% で、世の中80から 90% っていう製品が多いんで、 99% っていうのはズバ抜けた数値なんですけども、こいつバッテリーの電圧が 51.2V で、先ほどの 12V 作る時も今回の 100V 作る時も両方変換ロスが発生してるんですね。なので 12V と比較をしてもあんまり変換効率としては参考にならないんですが、それを差し引いても 12V の時とほとんど容量変わらないっていうのはすごいですね。はい、次は EPS 非常用電源機能の実験やってみたいと思います。で、 EPS って何なのと言いますと、災害とかで停電が起こった場合でも、このデルタ2を間に挟んでおけば30ミリ秒以内にバッテリーからの給電に切り替えて電気製品をそのまま使用し続けることができるっていう機能ですね。で、今回は真夏の災害時とかに止まってもらっちゃ困るエアコン、これで実験してみたいと思います。参考までに横に蛍光灯を設置しておきます。接続するとこんな感じで、壁コンセントからデルタ2に電気が流れて、デルタ2からエアコンにコンセントがつながってるっていうような感じになってます。それではエアコンの設定を最低の18度にセットして電源をオンにしますと、はい、エアコンが動き始めて、はい、消費電力の方もちょっとずつ上がってってますね。運転安定するまでちょっと時間を置きます。はい、数分経って運転がだいぶ安定してきましたね。で、消費電力もだいたい300ワット近く使ってる感じですかね。で、今入力と出力のところがほぼ同じ数字出てるので、パススルー状態、壁コンセントから取った電気をそのままエアコンに流してるっていうような状態になってますね。では、この状態で停電を再現するためにコンセントを抜きます。はい、電気スタンドの方が一瞬チカッとしましたけども、電気消えることなくつきっぱなしになってますね。で、エアコンの方も、はい、まだちゃんと動いてるみたいですね。あれ、動いちゃいるんですけど、えらい消費電力が少ないですね。うん、さっきまで300ワット近くあったので、これなんかちゃんと動いてないっぽい感じがしますね。ただこれ、エアコンのルーバーはちゃんと動いてるんだよな。ちょっと様子見てみましょう。はい、2分くらい経つとまた消費電力上がって、きちんとエアコンが通常稼働しだしましたね。というわけで、家庭用エアコンと EPS
停電したことには一瞬気づくけども、ほっとくとそのまま何事もなかったように使い続けることできてるって感じですね。まあ通常の壁コンセントの電圧もたまに瞬時電圧効果って言って一瞬停電みたいな現象起きるので、最近のエアコンはそういうのにも対応するような機能がついてるんですかね。まあ最近と言いつつこのエアコンも10年近く使ってるんですけどね。はい、というわけでエコフローデルタ2いろいろ見てきたんですけども、やっぱり全体的に非常に高機能ですね。印象としては前からある便利な機能をそのままに、中身にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用することで超長寿命の耐久性と安全性をさらに追加したって感じですかね。というわけで1回買ったら当分買い替える予定がないので、超長寿命で全部入りの高機能なポータブル電源が欲しいっていう方、あとは災害の備えとしてとにかく何でもできる機種を1台置いておきたいっていう方にはぴったりかもしれないです。あと毎日充放電しても余裕で10年とか使えちゃうので、卒フィットソーラーバイデンの固定価格買取期間が終了したっていう人にもいいかもしれないですね。はい、あと冒頭にも言いましたけども、お得なキャンペーンとか併用可能なクーポンとかあるみたいですので、興味がある方いらっしゃいましたら下の概要欄覗いてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。